ろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。いつもですともうちょっと元気なんですけれども、今日は珍しく調子悪くて朝すいません福島さん、それで聞けなかったんですけれども、忙しすぎてだいたい去年の12月から選挙4回それでその間にドイツ2回行って、で毎日あちこち飛び回って、ついに私も64ですからダウンしたらしくって、でめまいがちょっと止まらないもんですから今日何話すか分かりませんがでまちづくりっていうタイトル何にするっていうか、まあ何でもいいよみたいな感じで、まちづくりだから何でもいいよっていう感じだったんですけれども、3月と5月にドイツに行ってきたんで、そのことを交えて今後の日本のまちづくりどう考えるかっていうことを今日ちょっとお話をしてさせてください。3月は、ドイツとスイス合わせて7カ所で実は講演っていう形で行ってきました。向こうのいろんな団体に呼ばれて、でその時に本当に思ったんですけれども、福島っていう言葉だけでも特にドイツの人も非常に恐怖を感じてて、でっていうのはチェルノブイリのショックっていうのがとっても大きいもんですから、二十数年経ってもチェルノブイリのショックっていうのは未だにあって、黒い森っていうとドイツのシンボルですけれども、黒い森から動物からものすごい高レベルの未だにですよ汚染が出てくるんだそうです。ですからものすごくこう日本っていうのは技術的に非常にレベル高くて信頼度高い国なのに事故を起こしたっていうことがすごいショックなわけですよね。チェルノブイリの時にはソ連だからみたいなねちょっと言っちゃ悪いけどあるでしょだけど日本で事故を起こして、じゃあ世界中のやっぱり原発はやっぱり無理なんだっていうことがとっても大きかったようなんですね。で必ず会場で質問されたのは2つあるんですけれども、なぜあんなに高レベルの汚染された地域に子どもを置いておくんですかって、これねものすごい気にしてます、信じられない。それとね、3月だったからまだ私もショックから抜け出てませんでしたけど、衆議院選の結果を見てみんなはねびっくりしたわけですよ。日本は民主主義国家でしょって、それがあんなにその汚染の被爆当事者であり、ではっきり言って世界中に汚染をもたらした国ではないかってこう言うんですね。全くそうで、それなのに、なぜ推進派の安倍政権を選ぶのだ教えてくれって言われて、分かりませんとしか言いようがなくって、理由はね本当はいろいろありますっていう話をしましたけれども、とてもやっぱり信じがたいっていうんですね。でたまたまベルリンで、講演の後に結構研究者とか国会議員なんかも大勢いらっしゃるもんですから、交換会やってちょっとしたパーティーの中で、ドイツ語英語もできないのにドイツ語だから全然わかんないから、もう本当にこう嫌だなと思ってた日本語が少しできる女性がいたんで、一緒に夕食しましょうよって言って4人ぐらいでね食事してってね、私がドイツと日本の違いということで、日本はなんとか審議会とか委員会とか言うとなんかやっぱりこう向こう関係者とか言って、その人選が非常におかしな人選になってるから、結論がもう最初から見えてるっていう中で、その倫理委員会のね、ドイツの倫理委員会の結論はそれはもう脅威に値するっていうか、もう本当にびっくりしたわけですから、すごいって言ったら、私倫理委員だったのとかいう人だったの、たまたまミランダさん、日本にも何度か見えたみたいですけど、高校時代ね留学してたらしいんですよ日本に、だから日本語がちょっとできますっておっしゃって、でなぜああいう結論になったかって聞いたら、実はね推進派メルケル派と反対派と半分半分、ちょうど半分半分の人選だったそうです。宗教者とか、倫理だからそういう人たちが多かったわけですけれども、で座長が始める前に毎回ものすごい回数重なって議論するんですけれども、この委員会は脱原発が前提ですから、それを前提に議論をしてくださいって毎回念押しするんですっていうのは、ドイツはそもそもは脱原発は決めてたんですよね。ただメルケルさんが、あの人は推進派だったんで、そのやめるっていうその年月を先延ばし先延ばしに
していたんですよ。事実上だから推進していこうっていうのがあったんですけれども、その脱原発は決めてるわけだからっていうことを座長が毎回押さえて、これが大事だと思うんですよ。それでどういうふうに考えるかっていうことを毎回言ったから、半々だったのが最終的にはみんな一つになったっていうんですね。だから早く10年以内でしたっけね、もう廃止しますということを決めたという、これはやっぱりすごく素晴らしいことだなっていうふうに思いました。ですから今安倍首相がなんだか去年のパブコメを全部無視して、ほとんどの日本 その国民はもう止めるっていうことに意見が出て、民主党政権ではそういう話になってたわけですけれども、どうもやっぱりなし崩し的に再稼働をきっかけにやろうとしているその国、それどころか私が5月に行った時にはもうなんか恥ずかしかったけれども、原発を売りにね歩いてたでしょ。本当はお詫びの暗議をすべきなのにね、それをやんないで売り込むとは何事ですかって、もうだからね本当にしみじみ身にしみって思ったんですけれども、ドイツ人はすごくに日本人に対して今までは割と信頼がすごく高かったのに、本当信じられないっていうのがね次々起こって、技術的にもそうですけれども、全くこう日本人に対する信頼がなくなってきてるなっていうことを本当に思いました。で日本とそのドイツのその違いっていうのは政府の違いではなくって、実は国民の違いなんですよ。結局そのメルケルさんが倫理委員会で諮問をして、結論を受け入れたっていうのは日本と全く逆で、福島の原発事故直後に2つの州で選挙があって、緑がもう大躍進をして、メルケルさんの与党といわれる政党がすごくやっぱりね落ちてしまったんですよね。それで政治的にこれはもうやばいっていうね、それが分かったんでメルケルさんの後押しをしたと、選挙が後押しをしたとなるとね、やっぱり国民的なやっぱりこう自主的に選択をするっていうね、ことがいかにドイツではきちんと選挙っていう形で現れてたかということだと思うんです。それは原発の割と直後っていう衝撃が大きかったわけですけれども、皆さんご存知のようにドイツでは本当にいろんな人がドイツに視察に行きますけれども、チェルノブイリ以後ね、やはり向こうもその電気事業っていうと大手がものすごくシェア握ってたわけですけれども、戦いながら20年以上かけて、実は市民の手にっていうね試みがあちらこちらでやられてて、その積み上げの結果福島があったから、本当に決断をして、それが今急浮上してきているっていう状況なんですよね。でみんなに言われたのは、2回目はそのドイツの皆さんご存知だと思うんですが、日本の緑の党のキックオフ集会の時にも緑の党の副代表のヘンさんが見えましたでしょ。で何回も緑の党の応援のために日本に見えてますけれども、そのヘンさんが去年一昨年かな見えた時に首長会議に会いたいって言われてて懇談会したことがあるんです。それでもうぜひドイツに来い、ぜひドイツに来いって盛んに言われてて、それで今年の5月じゃ行きましょうって決めたんですけれども、ヘンさんが全部企画してくれたんですよ。でだから5月は視察に行ったんですけれども、しかもヘンさんが日本にも途中でどうしても来なきゃいけなくなったんで、途中まで全部ヘンさんが案内してくださいました。だから大臣には2人会えたし、市長さんにはどこに行っても市長さんとも懇談ができたりして、大変恵まれた現状を見たんですけれども、やはりすごく苦労はあったけれども、ドイツの町ではやはり自分たちでもう選択としては原発とは共存できないっていう決意した人たちが、ちゃんと経済的な効果があるよっていうことを、もう本当にいろんな試みをしてるんだなっていうことが5月の段階でもよく分かりました。でね、なんで日本人はたくさん視察に来るのに好きなんですよ、日本人視察がね
議員も行くでしょ、それで何だっけ、学者もよく来るでしょ。もうドイツのこの事情っていうのは本が山ほどこんな出て、私だってもらったのがこんなありますから、私先生たちももうドイツに行ってきた、ドイツに行ってきたっておっしゃるんだけど、ドイツにこんなに来るのに何を学んでるのってやっぱり向こうで言われて、すみません日本も頑張ってますからというちょっと言い訳をしてきましたけれども、要するに、まあ、いろんなところを見てきて分かったのは、日本みたいにね補助金行政じゃないんですよね、やっぱりね。日本ってほら、まあ、農業もそうだけれども、補助金あげるからこれやってみないって言って2、3年経つとそれが切れちゃうから、それでも終わり。そうするとなんだか議員だとか首長のパフォーマンスみたいに、補助金もらうからやろうよみたいなね、でうちやりましたって宣伝するけど、実際全然定着してないし、本当の意味でのその事業として成り立たない状況で、補助金の打ち切りと同時になくなるって、このパターンですよね。でもね、意外とやっぱドイツと違うなって、まあ州がね割と大きな力を持ってるわけですけれども、その大臣に、経済大臣にもうすごい素敵な女性で、あ、皆さん今度11月に彼女が来たいっていうから、私たちの報告会に合わせて彼女と一緒にシンポジウムやろうと思ってますから、その時お知らせしますから来てください。ものすごい素敵な女性で、やっぱり彼女と話をしてもね、すごく経済的にどうしたらいいかってこともよく考えるんですよね。で経済効果高く本物の事業にするためにどうするかっていういろんな試みがあって、じゃあ州では規制緩和をしましょうとか、これについては基準をきっちり作りましょうとかいうことをやるんですが、今も、もう始まってるのか、ドイツのその、試みを真似して、国土交通省で、省エネ法っていうのがありますけれども、改正して例えばその建物全体の省エネに関する計算法っていうのをドイツでやってるんですが、それを導入するらしいんですよ。で例えばそれを導入するときは、この基準に合わせた新築についてはそのなんていうの、免税だとか補助金あげますとかやるじゃないですか。向こうやんないのね、それはね、当たり前みたいな感じで。それで日本は新築に関してってなるでしょ。でまあ、ドイツとかヨーロッパは新築って発想があんまりもともとないから、いわゆる改築っていうかリフォームの時にそれはこの基準を満たしてくださいっていうのがすごくあるのと、基準よりレベル高く、もっと高くやった場合にはね、補助金が出るんですよ。だから基準もうほら、日本の建築っていうのは基準があったら最低基準なのに、ここしかやらないでしょ、もうギリギリ。それでいろいろ問題が起こるわけでしょ、用途地域の問題にしても、ギリギリ使うからものすごく不自由な街ができてしまう。ドイツはもうそれを全部使わないでって、たくさん余らした方が補助金が出るみたいなね。だからね、進んじゃうんですよ、どん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 効率のいいものがね。だからそういう仕組みの違いみたいなのが、日本がいかにその補助金で当てにして行政がやってきて、まあそれに合わせてそのなんていうの、まあ一部の人たちの利益が上がるような仕組みになっちゃってるわけですけれども、国土交通強靭化法だけあんなみたいに何でも使っていいよみたいなね感じになって、だからやっぱり経済自立をきちんとやっぱり考えながらやらなきゃいけないっていうことが一つと、それからね、やっぱり、その今エネルギーその、再生可能エネルギーということで、日本人とは一つ何か問題が出てドーッとそっちに行ってそればっかり議論するけれども、どこに行っても話で前提として地球温暖化防止 CO2 削減計画の中でって話が言われるんですよ。日本もなんかいつかそういうことやってたよねって、何年か前に全自治体が基本削減計画作んなきゃいけなくて、市役所中なんか急いでいろいろやったよねって、もう忘れてるよねって。今再生可能エネルギーでそのサーパネルを貼らなきゃとかね、そんなことばっかり言ってるけど、そうじゃなくって、もともと CO2 削減地球温暖化防止というところをベースにした時にエネルギー問題をどうしますかっていうこといつも前提で言われるからね、ここがまた違うんですよね。だからそうなると
そのなんでその建物全体の話の計算の話が出たかっていうと、電気を作る話じゃなくて、いかに CO2 を発生しないようなそのエネルギーの使い方をするかっていう時には、省エネって日本はもちろん言いますけれども、あの効率の良い、できるだけその、なんていうの、こう動力として出たエネルギーを使うんではなくって、その使わなくてもいろんなものが、材料があるでしょ。例えばユービーっていう、あのものすごく大手になってるその、まあ、あの風力発電とかそういうのを開発する会社にも行きましたけれども、例えば材木で全部会社が、すごい素敵な会社ができてるんですよ。でね、光をもうふんだんに入れるようなデザインにしてある。ということは電気が 90% カットしてできたっていうんですよ。電気そもそもほら、今の建物ってコンクリートでこう箱みたいに作っちゃうから、電気つけないといられないでしょ。で、昔の建物ってやっぱそんなにないから、できるだけ光をこう入れる工夫がしてあるとか、それから風通しがすごくいいような、まあ、循環型の建物にしてあるから、空調そんなに使わなくていいっていうのをまず前提として、建物を入れ物を作った上で、熱を逃がさない、遮断をする、これ暖房の時だけ考えがちですけれども、彼らの言うにやっぱり遮断をするっていうことは、暑い時も熱を中に入れないから、そんなにクーラーはいらないんだっていうね、これはあの鳥の発想なんだそうです。羽毛は何のためにあるか、あの、まあ、そうよね、あのアラブの人たちもターバンとか巻いてるのは暑いかろうにと思うけど、いや遮断をするんですと同じで、建物もそういうふうに作れば無駄なエネルギーは使わないでしょって、そういうの全部計算して基準を作ってるらしいんですね。で、そのユービーっていう会社のね、社長さんがまたすっごい素敵な若い人だったんだけれども、あの僕は18年前学生でした、だから若いでしょ、30代までね。2人の友達と2人で、僕は農家の出身です。で、農家だからその自然になんかあの大事にできるような仕事がしたいってずっと思ってました。で、農家なんでずっと見てて、あのヨーロッパは割と風車文化がありますよね。そうだ、風車は動力なんだっていうことで、実はあの風力発電を思いついて、その会社を35人で始めて、今1800人本社に勤務してる。で、世界中に実はあのもう支社があって、10億ユーロ年商、30代ですよ。で、僕は農家の出身ですということを強調されるの、それは自然の中で生きられないっていうことを前提にずっとあの生きてきたんで、その知恵はありますって多分彼は言いたかったんだろうと思うんですけれども、やっぱりそこの発想がとてもやっぱり大事だっていうことと、昔はそんなにそのいろんなエネルギー使わなくても生きてきたっていうね、別にみんながクーラーがあるわけでもないし冷蔵庫があるわけでもない中で知恵で生きてきたっていう、できるだけ自然のものを生かしながら、使うエネルギーは最低にしていく、そのための建物も持続可能な建物にしなきゃいけないっていうね、いつもいつも地球温暖化防止のために我々は何をできるかっていうことを考えることが本当にどこに行っても言われるんですよ。これはね、やっぱりもう私日本人として考え直さなきゃいけないと思いましたね。本当にあのこう打ち上げ花火にみんなパーッとこう、こっちが切れよって言っちゃこっち行くみたいなねことだから失敗し続けるんです。で、あのいろんなあのこところ辺さん本当に見事に企画してくださって、いろんなパターンを見ました。その大手の会社も見ましたし、 100% 実は自治体が、まあ、電気会社を作って、それであの町中がまあ自然エネルギーでもちろん配分されますけれども、それをまた売るっていうことで事業を成り立ってる町だとか、会社ユービーっていうのは割と自分で作って投資して作って、あと株は全部こう市民に買ってもらってとか、そういうふうにしてどんどん市民にこう分けていくってやり方もしてるんですが、自治体がそのそういった企業が作ったものを株として 90% ぐらい町が買っちゃうとかね、本当にいろんなパターンをあの見せていただいて、もう本当にあのこう屋根使えるところ全部使っちゃおうとかね、あの畑の中にもあのたくさん風車があのあって、
すごく面白かったんですけれども、問題もね実を言うとたくさん見えてきたんです。それはねやっぱりこの日本ではねその再生可能エネルギーはまだね経済効果がないっていうふうに言われてますけれども、きちんとやってるところは確かにねやっぱり事業としてものすごく利益を生んでるんですよ。だからユービーみたいな10億ユーロみたいなね生み出す会社までできるぐらいですから、生み出せるんですよ。だから逆にそれがやっぱりドイツだってその地方自治体は大変こう今財政的に逼迫しているところが多いもんですから、あるシーラーだったかな、素敵なね山の方の本当に素敵なあの観光地に行ったんですね。でものすごくホテルも素敵で、こうホテルの山の本当にこうなんていうのなだらかな山の上からこう見ると下の方に湖ができてもうもやがかかって、ちょっとこうもう夏、時間だったんで10時近くまでちょっと明るいんですよね向こうはね。本当にこう夢のような、あ次来る時は誰か連れてきたみたいなね感じだったんですけれども、観光地で保養地で湖があるけれども、やっぱりこう経済的に冷え込んでるから観光客がぐっと減って、財政が非常に困難だからといって、そこの市長さんがすごかったんだけど、財政が厳しいんです、だから これでお金儲けをしなきゃいけないんですってこうすごい強調されるのね。でそれは国有林が大半なところだから手つけられないんですけれども、国有林を外れたところに森のように森の大木のように風車を作りますっていうわけよ。で今の、ね、風車っていうのは200メーター以上あるんですよ、一基が。高ければ高いほどその発電率が高いということで、低いのはあんまり作らないんです、200メーター以上。だからもう異様に高い、木よりずっと高いのを林のように作るっていうわけ。ちょっと待って、ここは観光地でしょって、森と湖のなんか歌に出てくるようなすごい素敵なとこなのにいいのって、風車の林作っちゃっていいのかなっていうのが一つ。それよりもっとひどかったのはね、湖はボートを浮かべて魚釣りもできて本当にそういう素敵なところなのに、そこのまあちょっと上の方ね、山のちょっと上の方に揚水発電所を作るっていうんですよ。湖の水を上にポンプアップして、そこに広大なその揚水発電所ダムを作って上げたり下げたりして発電をするっていうわけで、これがね今ドイツで出始めてるんですよ。で私はそれはちょっとまずいんじゃないですかと思わずちょっとこう言いそうになって、市長さんには言わなかったけど、ヘンさんにまずいと思います。でそれはもう生態系完全に壊すし、それはもう労力エネルギーの無駄ね、日本の場合は原発とセットで揚水発電と余った電気を使うために揚水発電で、わざわざその使う余ったものを使うためにこうやってるわけですから、だからねそういうこうなんていうのかしら、いろんな問題が出てきてることも事実なんですよね。それはやっぱり経済効果があるから。でいろんな試みを、まあ、ミックスでやってるわけですけれども、そうすると確かに地域で発電をするっていうことは、エネルギーは今まで日本だとその大手の電気会社が全部こう独占的に持ってるから彼らの言うなりになっちゃうわけですけど、地域にエネルギーを自分たちの権利として奪い返すっていうかね、コントロール権を持って。るっていうことは、その地域でメンテナンスやんなきゃいけないから雇用も発生するわけですよ。ずっと面倒見なきゃいけないで、まめに面倒見た方が、まあ、風車だってしょっちゅうしょっちゅうもいろんなトラブルがあるわけですから、いろんな意味でのその雇用も発生するし、例えば風車だったらね、あんまり大きな面積いらないわけだから、農地は農地として使いながら会社が例えばその風車1基分の土地借地料を出すわけですね。だから両方のお金が入るから農家にとってもまあ大変ありがたい。それから面白かったのは牧場の牧草地ね、牧草地にパネルがずっと並べてあるので、大きな動物はダメなんだけど、ヤギさんとか羊さんはねそこにいていいんですよ。で草をパッと食べるから草が伸びてパネルを邪魔することがなくて帰っていいし、でパネルをもういらない撤去っていう時にはちゃんともうその羊さんやヤギさんが糞まで落としてくれてるから、すぐまた牧草地に使えるっていうね。だから壊さないでエネルギーを生み出すっていうね、そこも借地料が入るわけだから、とってもこう有効ですっていうことをおっしゃってました。
でそれからもう一つ良かったのはね、米軍基地が返還された土地があったんですよ。でそこにパネルがうわーって貼ってあった風車と。いいわ、じゃあ日本の基地も返還していただいて、そういうのに全部しちゃえばいい。で要するに演習場なんか使ってると、いろんなものがこう埋まってたりして農地に戻すのすごく難しいから、そういうものを使えばいいし、弾薬庫みたいなのがねたくさんあるところだったんですよ。そうするとこうどもりがしてあって、中にほら弾薬を入れたわけでしょ。でどもりがこうやってあるから、そこにこうかたなんていうのパネルこう置けばいいから、すごく楽っていうか、なんかねいろんなものをねうまく使って、それこそいろいろ考えてやってて、それはそれは面白いなと思いました。で私は本当に全体的に見て、これからのその、エネルギー政策っていうんではなくてね、エネルギー政策って言っちゃうから日本人は発電っていうところにみんな飛びついちゃうけれども、まさにそのドイツで学んだことは、いや風車って言ったら、私は風車はあんまり好きじゃないんですよ、正直言って。ヨーロッパはね風車文化ですよ、もともと。日本は動力はね水車文化なんですよ、地形的に。日本の地形って言うと、要するに細長いでしょ、で尾根が高くて面積狭いから急峻なんですよね、そもそも地形が。でドイツはもう平ら で日照時間短いからね、だから風車の方がいいわけで、パネルはあまり効率的じゃないっていうふうに逆に言われてて、日本っていうのは省力発電所みたいなね、もともと水車の文化があるわけだから、それをもうちょっと研究すればなんか結構面白いのが、3月に行った時ブレーメンでは本当に小水力発電所、こんなんでできるんだって思って、すっごいこう川をこういうふうにこうなんていうの、止めないでここにあったんですよ。どういうあれか分かんないんだけど、そうするといくつも作れるなとかね、なんかこうすごく、いろんなパターンがあるんでしょうけれども、あら日本はやっぱりそのせき止めない、もし小水力発電があればっていうのは、こう段差のわざわざ作ってあるところがあるから、そこを利用してなんかできるかもしれないなとか思いましたけれども、その私はやっぱり狭い国土の日本で200メーターのその巨大なね風車が林立するのは、やっぱり私は風景としては馴染まないって、日本の景観には合わないから、やっぱりそうゾーニングしなきゃいけないなって、ここはやっぱ風が強いしあんまり目立たないからいいんじゃないかとかね、いろいろそれはやっぱ考えた方がいいなと思ったんですね。となるとある意味ではその都市計画っていう中にエネルギー計画っていうのをどういうふうに入れていって全体像を描くかっていうことが、やっぱりとっても大事なことなんだな。何でもかんでも電気のためにその風景壊してもいいとかね、それだったら昔の発想と同じですから、日本人がこの町はどういうふうなものを大事にして将来につないでいける、環境も壊さないでつないでいけるかっていって、やっぱ都市計画なんですよね。だからその都市計画の中に今までなかったそのエネルギー政策っていうのを入れ込む、それはインフラっていうだけではなくて、全体的な町づくりの思想としても入れ込むっていうことがすごく大事で、というのは高ジェネレーションって一時期日本でも流行ったでしょ。もう廃れてしまって誰も言わないけど、一時期高ジェネレーションっていうのが流行った時には杉並区役所でも導入して全然機能しないっていう話があったけれども、結局あれは電気を作りながらボイラーみたいにお湯を沸かすっていうのを使ってお湯をこう配ろうっていうのが高ジェネレーションだったわけですよ。であれはその送電線使って遠くから電気を運ぶっていうことで、放電率が高いからもうその身近なところでできるだけ放電させないで、熱効率の良い使い方として高ジェネレーションがあったわけですけれども、その発想で、バイオを森林組合なんかがそのいろんな木くずだとかね、そういうのを燃やしながらお湯を沸かし、その集落に全部寒いですからね、温暖床暖のためにそのお湯をこう配るっていう、これインフラ整備しなきゃいけないわけでしょ。それをやってる地域もあったんですよ。で5月の後半、終わりの方だったのに、その地域はね、私たち行った前の日はね雪が降りましたからね、
やっぱ寒いんですね。だから地域によってその熱効率失うことのなくうまく効率よく無駄のない使い方はどうしたらいいかっていうのは考えていいかな。だからバイオって言っても例えばその木くずとかいろんなものに酪農、のね要するに、牛糞とか飼料を入れて発酵させてガスで出す発電もありますし、で残ったものを液肥として肥料としてまたそれを使うって最後まで使うって発想ができるわけですから、その地域によってはうちはこれの方が効率がいいよ、屋根エネルギーが一番いいよねとかね、それは考えていいんじゃないかなと思うんです。で考えたら日本人ってそういうのは一番得意なんですよね。例えばその森林は100年の財は100年使うっていうことが前提で今までずっと日本人って上手に生きてきましたから、なんて言うんですか、その寺社仏閣私大好きで松田さんとよく行くんだけど、京都なら行くんですけど、なんで行くかっていうとね、使い続ける文化がすごいって行くたんびに思うわけですよ。なんていうのかな、経年美化っていう言葉があるそうですが、時を経て美しくなっていくっていうね、日本はまさにそれで建て替えることによってピンピカがいいんじゃなくって、長年使っていって歴史の赤がしっかりその染み込んだものが美しいんだっていうね。だからいろんなところに行って東照大寺の屋根瓦は2個あ鬼瓦が2個あって1個初めてなんか付け替えたのかな、1200年だから屋根に乗ってたって、そんな技術今とってもないですよ。昔の人は自然とうまく付き合ってきたからものすごい技術を持ってるわけでしょ。で全部木は悪いとこだけ付け替えて、だから釘を絶対打たないのは木を傷めないためね、組み合わせでやっていく。で法隆寺の斎藤等々ありますけれども、等々は1200年経ってる、今解体修理入ってますけれども、斎藤は昭和になって作り変えた、修復っていうのは復元したんですけれども、西岡幹事という上一か西岡上一という宮大工が、木を一番知ってる宮大工が30センチ等々より高く作ってるんです斎藤。でなぜかっていうと、木は生きてる限り、生きてる限りっていうかそこに存在する限り生き続けるから、何百年経つと30センチ縮むって計算のもとに、何百年経ったら斎藤と等々が同じ高さになりますって計算づくで作ってるんですよね。だからそういうのはヨーロッパの人よりずっと日本人の方が知恵は持ってるんです。でそうやって材木に使う、残ったものは焚き火にする、焚き火にした灰は料理に使う、アク抜きに使う、洗濯に使う、土地に返して肥料にすると、もう山ほど使い道をして、日本人って全て土に戻るまで使いこなすって、まさにねこのドイツで言ってた持続可能なそのエネルギーの使い方っていうかことを、日本人は本当はものすごく持ってるのにすっかりそれをね捨てちゃってるわけですから、これは地域の本当に古老に聞けばたくさんまだ知恵持ってる人がいますから、この町のそういう知恵っていうのは何だろうっていうことで、それをエネルギーに変えていって、この自然との循環っていう中でどうやって経済を生んでいくかっていうことで、これ可能性が非常に高いということで、私は本当に面白く思いました。40分ですよね。でね、私やっぱりすごいなって思ったのは、キーワードは何だろうと思った時に、まあその倫理委員会のやっぱりこれは本当に生きてるからこそこういう倫理委員会の結論が出たんだなと思いましたけれども、倫理委員会のその報告書の中に、倫理的立場でのそのこう評価、倫理的評価っていうことが言われてるんですけれども、倫理的評価のキーワードは持続可能性と責任であるって言ってるんですよ。で共同して未来志向の社会構造づくりという目標の達成に向かうには、持続可能性を指導原理において初めて環境問題は社会的均衡と経済効率の問題と両立させることができる。人類の自然に対する生態学的責任は自然環境を持続させ、保護することであり、自らのために破壊することではなく、自然資源の質を高め、未来の生活を安心なものにする機会を確保することである。
ゆえに、将来世代に対する責任は特に長期的に見たエネルギー供給とリスクと負担の公平な配分に及ぶものであるっていう。結局その私たちは持続可能性のある社会に対して貢献するということをきちんと位置づける。だから長期的な都市計画なんですね。それは循環型でしか循環を超えないあのことでやるっていうことと、未来に対する責任もきっちりそれぞれの世代で果たしていく。で、自分たちが壊すっていうことは絶対しちゃいけないんだ、その私たちが利益を恩恵を受けるっていうこととリスクっていうのを分担ということは未来に対しても共通で平等でなければならないけれども、今までのように、この使い続けるということによってね、原発を廃棄物がものすごい量なわけでしょ。まだ全然どうやって処分していいか世界中どこも決まってないんですよ。使い続けることによるその未来に対するリスクをどんどん私たちは作ってしまってる。だからこれはもう完全にノーなんですね。で、持続可能性で言ってももう私たちは人類的に共存はできないだろうっていうふうに言ってあります。で、この倫理委員会の中にね、こういうふうに書いてあるんですよね。福島原発事故があったからといって電子エネルギーのリスクそのものが変化したわけではなく、リスクそのものが変化したわけではなく、リスクに関する認識が変化したのである。さらに多くの人々が大事故のリスクは単に家庭的なものではなく、このような大事故が実際に起こりうるということに気がついたのである。第一に、このような原子炉の惨事が日本のようなハイテク国家で起きたということという事実である。ドイツでは起こりえないという信念を喪失する結果となった。だからリスクそのものあるよってみんな言ってたわけですよね。だけどね、そんなことないんじゃないっていうね、その認識が変わりました。起こるんだ、起こるんだって前提でこの原子力の問題っていうエネルギー問題を考えたときに、起こるんだっていう前提であればリスクがものすごい高いっていうことを前提に考えなきゃいけないだろう。そうしたら私たちはもう責任は取れないという結論なんですよ。日本と違いますね、本当に情けない。それで、その私は事故調がね3つありました。で、国会事故調は珍しく本当に中身は全部もう600ページとか700ページあるから読んでませんよ、読んでませんけれども、この黒川さんっていう委員長、テレビでも何度もお出になりました、超エリートなのに黒川さんみたいな人がいたんだっていうほどね、黒川さん の言葉はやっぱりすごいなというふうに思いました。で、この事故調 の報告書の初めの言葉で、黒川さんね、すっごいなんていうの、ズバッとは言ってないけれどもちゃんと言ってる人なんですよね。初めの言葉の中で、想定できたはずの事故がなぜ起こったのか。政府はあの時想定外って言いましたけれども、黒川さんはっきり想定できたはずの事故が起こったってはっきり言ってます。そこにはほぼ50年にわたる一党支配と新卒一括採用、年功序列、終身雇用といった官と財の際立った組織構造と、それを当然と考える日本人の思い込みがあった。経済成長に伴い自信は次第におごり慢心に変わり始めた。入社や入省年次で上り詰める単線路線のエリートたちにとって、前例を踏襲すること、組織の利益を守ることは重要な使命になった。この使命は日本国民の命を守ることよりも優先され、世界の安全に対する動向を知りながらもそれらに目を向けず、安全対策は先送りされ、そして日本の原発はいわば無防備のまま 3.11 の日を迎えることになった。思い込みや自信や慢心やおごりはで日本人が危険があるっていうのは分かってたにもかかわらず支えてしまったって彼は暗に言ってます。すべての人に責任がある。だから私は選挙のね、今回のまたか、もうこの選挙の結果私本当見ませんでした、速報。もう分かってるわっていう感じで、まあ、ただ衆議院選の時にちっとはマシかなみたいな感じはありましたけれども、結局そうやってドイツと明らかに違うのは、自分たちが自立した経済をちゃんと責任を持って作るよっていう決意と、
日本人はいや上が言ってるからとか国が安心って言ってるから安全って言ってるからってみんな言いましたよ。あの時にね、安全って言われたから立地自治体の人がみんなそう言いましたよ。経済を生むって安心だから大丈夫って言われたから本当に信じて未来は明るいと思って引き受けました。だけど私はやっぱりそう思い込み自分で思い込んだ人たちにも罪があると思ってます。受け入れた立地自治体も罪があるんですよ。みんな気の毒だから今言えないけれども、受け入れたんでしょ、その代わり見返りをたくさんもらったんでしょ。で首長会議でゼロの会とかによく呼ばれて話をするんですけれども、その今はゼロの会でその、復興、廃炉に向けて、まあ、決めて廃炉に決めた時の立地自治体は経済的に非常に大変な状況になるから財政的支援をしなきゃいけないから、それをどうするかっていう議論があった時にある首長さんがね言いましたね。何言ってんですか、どこの自治体だって厳しいんですよ、大変な思いして頑張ってるんですよ、そこだけやるなみたいなね。そうなんです。だからそれを私も繰り返し言いました。第二の麻薬ってどうするんですか。やっぱり実は原発受け入れ本当に補助金付けになって経済効果があると思い込まされてきた人たちは本来あった地域の産業までなくしちゃってるんです。もう地域の経済力がなくなってるんですよ。だってもうどんどんお金くるんだもん。だから本当に再生するということは地域にある経済力をもう一回見直して掘り起こすことです。で日本は私はあの日本の文化っていつもすごいと思うんだけれども、モノマネ上手っていうじゃなくて自分たち習得してそれをさらに磨き上げる技術を昔から持ってます。正倉院にね行ってください。私毎年行きますけどもいつも感動します。直接輸入したシルクロードでも渡ってきた捉え物もたくさんありますけれども、そっくりそのまま日本の材で作ってるんですよね。今の職人は絶対作れないっていう当時の文化技術の高さっていうのはずっと継承されてます。で江戸がかなりあの、まあ、本当は鎖国やってましたけれども日本のものが結構ヨーロッパとかね、あの佐賀なんかあの、陶器類売ってますけれども、あれはモノマネから始まってそれよりもっとすごいものを作って海外で売れてたんですよ。日本人の得意分野です。ですからそういうものを本当は本来持ってる地域力がある、そういうものをもう一回地域の力として頑張って作り直していかないと、いずれにしたって少子高齢化の時代はそんな政府なんか当てにしてたってね、今度の新しいその自民党改正案では家族っていうのがベースになってますから、お前たちで介護はちゃんとやれよと、家族で政府は面倒見ないよ、だから家族が大事だよって、一人なんかいるんじゃないよってことは全部書いてありますから憲法に。だからそういう時代を迎えるんです、いずれにしても。だから私たちが本当にドイツから学ぶとしたら、あの持続可能な社会づくりっていうのは必ず循環型でその自然と共存できる程度の私たちはその力をいただきながら上手に経済力に変えていくっていうことを未来に対する責任として負う、そのために長期的な都市計画の中にエネルギーっていうことがきちんと入れ込まなきゃいけないっていうことを、本当にあのいい旅をさせていただいてあのお勉強になりました。11月末の報告会どの程度できるか分かんないけれども、あのやりたいと思います。映像もたくさん撮ってきましたんで ご覧いただければと思います。ということでお時間でございますので終わらせていただきます。